どうしてかまよ。こいつはチケットないっすね。肉はやっぱボロいな。硬いね、うん、安い肉だって。やっぱ硬かった。やけに安いと思った。どのボロカツ？硬い。めっちゃ硬いこれ。わっか。すごいでしょ。まずね。はい。すごいな。加山雄三とかめっちゃうまい。さっきのあれなんだったみたいな。1970年、これが劇団と言われるんですよ。約50年前だ。切り裂きエイジ感で。少しでもいいけど柔らかい方がいいね。硬いわこれ。これオーストラリア産かな。綺麗な伏線回収でしょ。まあ、ビビるでまだ。いや、うるさいし。いやでもね、歌の番組だに声がなかったら聞こえんじゃん。顔見ればいいじゃん。なんで？なんで？歌なんか聞く必要ある？いや紅白。あんたは一生あんま聞いときゃいいんだよ。1925年だって。生まれないや。ベイドさんです。でもこんな時代にテレビなんか。誰に喋ってるやん。配信に喋ってるのか、こっちに喋ってるのか、俺に喋ってるのか。まず喋る前に誰かの名前言ってから。一人ごと。一人ごと。ラジオかこれ、ラジオ番組か、紅白。
見るかな。そこに双眼鏡3つありがとうございます。徳田さんです。やっぱり聞いた台本、でも台本なら結構練られてるよ。こんな時代に家にテレビがあるとこなんて想像ないよね。台本結構なレベルの高いよ。1954年だぞ。生まれない。レベルの高い台本じゃん。レインボーメガホンあるし、うまそいつ、今日からあれです。ドクミさん、喋りクッキング。その実験は実験して警察が来るまでがセットだから。小松菜。これつくめのアイフ。うわ、あちみちよね。これご飯にかけて食べたものは美味しい。いやだわ、さっき見とった YouTube でやっとったやつ作ってみた、真似して美味しい。もうご飯がいいっつうの。これご飯にかけて食べるの、めっちゃ美味しいよ。なんか無限に食べれるっていう。まじ食べても美味しいって本当に。いやご飯がねっつう。そのご飯にかけるの。いやご飯がないの。そんだけあれば十分だ。美味しいね、これ。誰かがやってたのが YouTube で出てきたんだ。で、真似して作ってみたの。簡単だったけど。美味しい。して出せないでいいから。それとコメントが平八みたいってやったもん。もうやめちゃうもん。じゃあ30万ちょうだいよ毎月。もう自分で働け。やめちまえなっていいね。働いて稼げばいいの。どっちもやってんじゃん。それを真似して、あたくらさんでもいいわ。
ちょっと路列が回ってないんで、もうちょっとゆっくり喋って。ちょっとご飯かわり、これ食ってみよう。いいでしょ、うん、お父さん残ったわ。どう食べるの？いらないんだろ、ご飯なんか。うん、まずご飯だからよ。戦時中のこと考えてみよ。美味しいよね。それ本当に美味しい。さっきやっとったのたまたま。うん、ご飯それ、これうまいか、これ食べ。食べ過ぎで、明日食べればもうご飯なくなったな。今ご飯なくて食べた。いや、いいけん。ご飯ちょうだいその関係ないけん。だったらこんなもん作らんじゃん。だからもう食べらんねえよ。いや食べるけん、ご飯食べすぎ、カロリー取りすぎでしょ、こんなにいっぱいカロリー。じゃあこれ返してやるけんじゃん、もうご飯だって、もうそんな中わだってもうすぐ立ち上がれよ。ワンパックです。すぐ立ち上がれよ。平八が立ち上がるだけで平八が立ったわ、次。でも平八もなんかネットのね、あのおばかたたちにはもう平八はもう多分人間じゃなくて動物と思われてるよね。動物感覚で見られてる。こっちは気が楽。バカ、おにまさこあれすごくない？中学3年生。いや、その人知らんし。え、森まさこ知らんの？知らん、その人。山口も思え、中学校3年生、これ。いや、そんなテンション上がることじゃないし、別に。だって、中3トリオでデビューして。多分今桜田純子が出てくる。てかなんかそんないろんな人の名前言うけど、あなたのこと知らないのに名前出さないでくれね。おー懐かしい。いや別に真央くんのお母さんって知ってるけど、別に若い頃見てもさ、そんなテンション上がらないから別に。あ、ゆたいですね、一緒。サファイチケット3枚出せ。さだまさしは、かわっ。あるよ、うまい。アギラです。うん、ご飯はないの。あ、そういう感じだったら別に良かったのに、もう。炊飯器の中入ってるご飯かと思ったの。違う、これ冷凍ご飯。なんで午後炊かんの。あ、サファリバスツアートラガラです。ペペペペペペペ、はぁ、ちょっといいですよ。どのく
これ小泉今日子あんまりこんな変わってないんだ。あんたは同世代じゃないからし、この後テンション上がらんて。これご飯は合わんか。ご飯に美味しいじゃん。いやご飯じゃない、普通に普通に普通で食った方がうまい。そうなの。いや、ご飯にかけたら美味しいかな。うん、まあでもないっす。それなんか本当においしいよね。あ、おいしい。初めて作ってみたけど、何よ、その小松菜がおいしいよね。おいしいけどご飯に合わんけど、普通に食ったらうまいわ。投げないくらいかな。ああ、カメハイボール買ってきて。仕方ないじゃん。なんで？どうし方がない。どうし方がない。あっしは肉離れなんだわ。ハイボール、釜屋くん、買ってきて。動きや。なんで？動く理由とは？リハビリやん。あ、だからそれ平和、だから平和人コップ持ってこさせるといいやん、それするなら。自分で動く。なんで？なんだお前。そうなん？自分のことだろ。え、でも、自分のことなの分かるけど、なんで？この臭い時は、持ってきてもらうのが一番でしょ。お前、子供かよ。子供だけど、なんで？あいつはチケット、あらふれ、あらふれ。なんで親がしないといけないの？なんであなたが犠牲者ぶってるの？なんで？ねえねえ、犠牲者さん、なんでそんなに怒ってるの？なんでなんで？ストレス溜まりすぎですよ。配信見ててストレスなんか溜めたらあかんて。ねえねえ、
ねえねえ、すごい。36歳、ママには何かせん。え、ダメ？何か君に迷惑かけた？ねえねえ。はいえ、はいえ、あいつ発動していくとすぐに、はいえ、マジで。もういじめんな、なんで。あれなんで、ね、実家なくなればホームレスかな。え、そうなん、なんで。ダメな、ホームレスいいじゃん別に、ホームレスでも。よっしゃ、もう通取りらしい。お前聞いてんの。え、なんで聞かないといけない。なんでなんで。どうしようかな。あー、350円。友達は行くの？行かないね、今日は。翔英も今日東京いるからな。大学行ってるしな。そう、変わった、マジで。おー、加工してんじゃん。とうとう37歳か。もう37んで。ね、アンチ多くないか。ん？でもアンチじゃないよ。精子は12歳だから、いいじゃん別に。12歳でもさ、いやいやね、何一つ迷惑かけてないからさ。俺の精神年齢が12歳でもリアルで関わることもないんだからな。次の37で見ないな。確かに、これ小さくないよ。あー、食った食った。え、どうしよっかな、太さる今日マジで。お前 TikTok やらんのけ。あー、どうしよう、それどうしようかなマジで。あ、どうしよっかな。行く、行かない、行く、行かない。でも今日行ったところで明日も太さる、木曜も太さる、金曜休み、土曜太さる、日曜太さる、
いやいや、プロ並みに太さいかんといけんじゃん。うん、たまにはゴロゴロしとかんね。やばない。だってセタラで野球が趣味なのに、あの週6日野球行くっていう。フットサルしてるのに痩せないのね。いや、まあ消費カロリーに対して摂取カロリーの方が多いからだね。だから消費カロリーに対して摂取カロリーを下げれば、フットサルこんなやってるじゃん、痩せる。でもそれができてないってことは、消費カロリーに対して摂取カロリーの方が多いということです。食ってるからね。週3でいいよ。お前ばっか酒飲むなよ。ハイボール持ってこいって。うん、いや結構毎日やってるよ。EV からありがとうございます。いいじゃないですけど、じゃねえんだよ。持ってこいって。茜霧島を、鹿児島の特上のあのお酒を、お湯割りで、お湯割りで。鹿児島天文通りの女の子連れて、上と女の子をちょっと送ってきて、あの鹿児島の焼酎と、マヨネーズあり？マヨネーズ早よやれや。なんだマヨネーズって。マヨネーズをどうしたよ。マヨネーズがなかった。いつ何そんなに食べてるか気になる。ああそういうこと。いや食べて寝るからじゃない。そう、一応つけてます。感触が多いんやろ、お菓子とか。あ、感触はしないっすね、大して。うん、あとは酒じゃないっすか。お酒